デパートによって美味しそうなものがあって買ってきました。それがこちら、ホッケです。228円、税込み246円、35センチ、40センチぐらいあるかな。これが美味しそうだったので買ってきました。で、今回何にしようかなと思ったんだけど、半分は焼いてみますか、そのまま。残りの半分は、ちゃんちゃん焼きにしてみますか。それでは、さばいていきましょう。よし、こちらをさばいていきます。まずは、鱗を取って、頭は使わないから頭を取って、三枚おろしにしますか。鱗を取りますね。ホッケの鱗はね、細かいので包丁でも十分。よし、こんなもん。それでは下ろしていきます。こう落として、よし、頭を落とせたので三枚おろし。よし、こんなもん。それでは腹骨に使うか。腹骨、食べると食べづらいんでね。よし、さばけました。なんとなく油ありそう。半分に切りますか。よし、一輪が小さいんでこんなもんでいいでしょう。それでは焼いていきます。そうそう、ちゃんちゃん焼きにはネギがいるんで、ネギ。よし、こんなもんでいいでしょう。それでは味噌。大体スプーン一杯。で、みりんを少し。こんなもん。で、酒も同じくらい。
こんなぐらい。そして混ぜていきます。ということで、あ、ちょうどいいんじゃないかな。ああ、ちょうどいい。よし、これで完成。それでは外で焼いていきます。それでは火も来たんで焼いていきましょう。よし、まずは、ね、こちらにアルミ乗せて、バターを乗せて、よし、ここに こんな感じで、こちらにはシンプルに焼いていくと。どうでしょう、これで。こっちに火が入ったら、さっき作った味噌ダレとネギをかけて食べると。じっくり焼いていきましょう。焼いている間に、今回はこれ、ドン。それでは乾杯しますか。結構バター使いますね。ちゃんちゃん焼き、ちょっと多めぐらいがちょうどいい。よくあの鮭のちゃんちゃん焼きとかのバターでやります。そうするとよくコクが出て、ね、美味しくなると自分は思います。いい匂いがする。結構身がやばいからね。よし、それでは塩。よし、塩をして味噌ダレ、こちらを塗っていきます。いろいろ野菜入れてもいいね。キャベツとか、あと残るのか。これをもう少し待っておきましょう。
こっち良さそう。うん。いただきます。あ、すごい。油ある。あ、うまいうまい。やっぱり油ある。さあ、本命いきますか。あ、もういいね。で、食べるときはこういうふうに、この、こっちを、味噌と、味噌だれと混ぜて、ネギも一緒に。はい。こんな感じで。いただきます。あ、これはこれでうまい。うん、それでは今回エサシで見つけたホッケ、今回はそのまま焼いて食べるのとちゃんちゃん焼きで食べてみました。今の時期のホッケも油ある。ぜひね、見つけた際はちゃんちゃん焼きいかがでしょう。それでは今回は終わります。ぜひチャレンジしてみてください。うまいよ、結構本当に美味しい。じゃあさよなら。いや本当に美味しいな。